こやもん。会場の皆様、大きな拍手をお願いいたします。平和を象徴する白い鳩形の風船が見えます。子どもたちやリファーレン長崎の天使の皆さんが書いた平和のメッセージは、長崎の平和の泉からたくさんの願いを込めて空高く昇っていきました。